こんにちは。本日の院長教えてはですね、コレステロールです。今回は悪玉コレステロールと言われる LDL コレステロール、善玉コレステロールと言われる HDL コレステロール、食事から取る油の働き、で体内で油取った時にどういうふうに体の中で処理されるんですかっていう働きと、あとは中性脂肪、それから高脂血症、脂質異常症について分かりやすく解説していきたいと思います。皆さん健康診断で表でね、 HDL とか LDL とか中性脂肪とか総コレステロールとかいろいろ言われると思いますけれども、果たして何だろうっていう人が多いと思います。当院でもね、よく皆さん患者さんがね、健康診断やって、先生これって何ってよく聞いてくるんですね。だからよく分かってないんですよ。でもそれもね、ちょっと聞かれてね、軽く答えるっていうよりは、こういう風な動画にしてね、皆さんがしっかりと理解していただいて、じゃあこれを下げるためには、上げるためにはどうしたらいいのかっていうことをお教えしていきたいと思います。ではですね、そうですね、これちょっと同じことになっちゃいますが、きっと健康診断で異常値が出ていないあなたもお役に立てる情報がたくさん含まれていて、体のことがよく分かるようになると思いますので、最後までご覧ください。病気を知るには、自分の体のメカニズムがどうなっているかを知ることが重要です。そうすることによって病気の予防になるのです。病院っていうのは、病気になってから来てくださいって言われますよね。しかし最も大切なのは予防です。だから日頃の生活習慣を見直すっていうことが大変重要になります。それをやらない限り病気っていうのは治らないと思います。薬を飲んでるだけ、生活習慣を変えないで薬を飲んでる、生活リズム変えないで薬を飲んでる、それでは変わりません。生活習慣を変えましょう。病気になってから調べるよりも、病気にならないためにはどうしたらよいかが大切なんです。では早速、コレステロールと聞くと皆さんどのようなイメージをお持ちでしょうか。なんか油っぽいから体に悪いんでしょうとかね、卵をいっぱい食べるとコレステロール値が高くなるとか、マヨネーズ食べるとコレステロール高くなるんでしょうとか、そんなこと聞いたことあるけど、だからなんか油っぽいんでしょっていうイメージだと思います。まあ、確かにね、そうなんですよ。だからね、まあ確かに油っぽいイメージがあるので、動脈硬化や心筋梗塞になって体に悪いというイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。ですがコレステロールは血管の壁である血管壁を構成したり、細胞の表面である細胞膜を作る際に必要だったり、ステロイドホルモンの合成に関係します。だから、コレステロールっていうのは体内では必要なものになります。決して悪いものではありません。またステロイドホルモンは副腎皮質ホルモンと性ホルモン、性ホルモンっていうのは男性ホルモンと女性ホルモンを指します。その他にも油を分解するのにはするのに必要な胆汁酸の原料にもなります、コレステロールね。つまりコレステロールは血管壁、細胞の外側の膜である、細胞の皮膚みたいな役割をする細胞膜、ステロイドホルモン、ステロイドホルモンというのは副腎皮質ホルモンと性ホルモンである男性ホルモンと女性ホルモン、これを作る、あと胆汁酸、これらの原料になるんです。だからコレステロールっていうのは大変重要なものであると、体にとって必要なものですよってことになります。これらから分かるように、コレステロールは必要不可欠であることが分かると思います。しかしコレステロールが増えすぎてしまうと、血管の内側にへばりつき、しかも分解されにくいので、血管の動脈硬化を起こし、さらには心筋梗塞などの血管の狭窄、血管が詰まっちゃうとかですね、を起こしてしまうのです。
またコレステロールが減少すると血管が弱くなったり免疫力が低下してしまうことも分かっています。だから少なすぎちゃうと血管が弱くなっちゃうってことですね。多すぎても血管が硬くなって動脈硬化になっちゃうけど、少なすぎても血管壁の構成ができなくなってしまうので弱くなる。だから必要量は、最低限の必要量っていうのはコレステロール取らなきゃいけないよってことですね。また食事でコレステロールを取りすぎるとコレステロール値が上がると思っている方も多いのですが、だから卵は3個までだよとかね、マヨネーズ食べ過ぎちゃいけませんよとか、コレステロール高くなるからって言葉すごい聞いたことあると思います。しかしこれ、2015年にコレステロールの摂取量が血液中のコレステロールに直接影響する科学的根拠は見当たらないということが分かりました。だから食事でいっぱい取ってもコレステロール値が高くなるってことじゃないんだよってことが分かりましたね。コレステロールが高いものを取ってしまう、いっぱい取ってもそれが直接血中のコレステロールとは関係ありませんっていうのが、発表されました。科学的根拠は見当たらないってことですね。それが分かったと。はい、それからですね、コレステロールは生まれてから、徐々にコレステロール値っていうのは高くなっていきます。男性では40代でコレステロール値っていうのが最も高くなります。その後、男性の場合は50代、60代、70代でだんだん下がっていきます。で、女性は閉経後に急速に増加します。閉経だとだいたい50前半から、だいたい50前半、40後半から50前半ぐらいなんですけども、それぐらいから増加していきます。で、60代でピークになります。だから60歳代の人が最もコレステロール値が高いということになります。で、その後70代、80代で徐々に、減少していきますということになります。この女性はですね、女性ホルモンであるエストロゲン、このエストロゲンが LDL、悪玉コレステロールを正常に保つ働きがあるんですね。エストロゲンが出ることによって悪玉コレステロールを正常値に保ちますよってことができます。で、閉経になるとエストロゲンが減少するために LDL 悪玉コレステロールを正常に保てなくなり、 LDL 悪玉コレステロールが60代でピークになってしまうんです。だから結構60代ぐらいの方でね、私コレステロール値高いのよねとか、総コレステロール値が高いのよねっていう人、結構うちの患者さんなんかでも多いです。というのは、閉経を迎えてたら徐々に高くなっていってしまうから、それはエストロゲンである女性ホルモンが LDL を下げるってことができなくなってしまうからなんですね。だんだん上がっていってしまうっていうことです。次、脂質とはというところをやっていきます。この脂質とはというところは、例えば焼肉で油を食べ、霜降りのカルビ美味しいですよね。でもなんか年取ったらなんかお腹もたれんなとか、もう年取ったからもうタンだけでいいなとかなりますよね。これって体内でどういうことが起こってんだろう、油ってどう処理されてんのってところが気になると思うんですよ。これご飯食べてたってね、なんか油もう最近もうフライとか唐揚げとかもういいわみたいなね、結構ある、年取ったねなんて言うし、結構いい年齢でもね、油食べると若いねなんて言われたりすると思うんですけど、これは油の代謝なんですね。じゃあこの油の代謝、脂質とはってとこなんですけど、これ見ていきたいと思います。人間は食べ物を食べてエネルギーに変えます。これは糖質、例えばご飯とか、麺とか、パンとかね、炭水化物ですよね。糖質、甘いものも糖質ですけど、これは 1g 摂取することによって 4kcal を生み出すことができます。車もガソリン入れないと走りませんよね。燃費が1リッターでプリウスとかだと20キロとか30キロとか言いますけど、これが人間の場合は 1g で 4kcal を生み出すっていうことになります。
で、タンパク質も 1g 取ることによって卵とかお肉とかね、4キロカロリーのエネルギーを生むことができます。で、脂質っていうのは 1g あたりに9キロカロリー取ることができます。ね。だから油っていうのは食べたらエネルギーに変わるので、ものすごく燃費というか体の中でエネルギーを消費するっていう意味ではいいんです。ただ運動してなかったら、油は食べたらその油っていうのは、お肉とかその油っていうのはただ自分のとこの油に変わるだけです。栄養は特にないです。油は油になるだけだから、ステーキの脂身取りましたよね、あなたのお腹についてますね。だから油っていうのは基本的になるべく避けた方がいい。で、その油はこういう油食べた方がいいよっていうのまた後で言うんですけど、まあ動物性の油っていうのはなるべく避けた方がいいかなと思いますね。ここからも分かる通り、脂質が最もカロリーが高いことが分かります。この脂質はトリグリセリド、これもトリグリセリドっていうのは、まあ、皆さんがよく知ってるのは中性脂肪です。中性脂肪っていうのはトリグリセリドって言いますけども、中性脂肪とコレステロール、リン脂質などがあり、食べ物から取り入れられる脂質の大部分は中性脂肪です。トリグリセリドね。だから油を食べました、はい、あなたのお腹に油つきましたっていうことになるだけです。これがトリグリセリド、中性脂肪ですね。では実際にどのような流れで脂質が代謝されるかを見ていきましょう。まず、はい、こちらをご覧ください。はい、これ見えますか、大丈夫ですかね。はい、まず、こちらで、油、ステーキの油とかカルビの油とか食べます。これ食べると、美味しいねーっつって、今日いっぱい食べちゃうぞーなんつって食べるわけですよ。そうすると胃に入るわけね。で、胃に入ると、どういうことがなるかっていうと、胃に行き分解されます。で、そこで消化酵素の、この辺から膵臓からですね、膵リパーゼっていうのが出て分解されるんですけど、この膵リパーゼっていうのは水溶性のため油をしっかりと消化できません。膵リパーゼっていうのは水溶性のものしか分解できないですね。だから油は膵リパーゼで分解できないわけですよね。で、そこで活躍するのが胆汁酸になります。胆汁酸っていうのは肝臓で濃縮して胆嚢に行って、胆嚢から胆汁酸で分解することができますね。で、胆汁酸により油を水溶性に固めます。どういうことかっていうと、こんな感じ。はい、胆汁酸っていうのは、これ見えますかね、大丈夫ですかね。浸水性って水の部分と疎水性って油の部分があるんですけど、この胃に入ったら、まず胆汁酸が胃から小腸に落ちるときに胆汁酸っていうのが出るんですけど、十二指腸に落ちるときに出るんですけども、油をこのように疎水性の油のものと浸水性のものでこうやって覆ってあげます。そうするとここ水ですよね、周りが。これミセルって言いますけども、これがたくさんできることを乳化と言いますね。だからマヨネーズなんかも油を乳化させてマヨネーズになりますよね。だからこのように水溶性のもので囲ってあげることによって、水リパーゼで分解できるようになるわけですね。ここまでいいですかね。だから胆汁酸によって油を包み水溶性にしてしまうんですね。でも水まんじゅうみたいな感じですよ。あんこが脂質で周りが水溶性のものって感じですね。で、外側は水溶性、中のあんは脂溶性、このように胆汁酸が包み込むのです。そうすることにより水リパーゼに油が分解できるようになるんですね。はい、ここでまたこれ見ていただくと、ちょっとごめんなさいね、ちょっとお待ちください。はい、ここに油食べました。油食べたらここに油があります。油がここにこうあります。
油が入ったらここで水リパーゼで分解したいんだけど、油があって分解で、油だから水溶性では分解できない。なので単重酸で先ほどのミセルみたいに水溶性の水まんじゅうみたいな状態にしてあげると、ね、ちなみに単重酸ここら辺から出ますけどね。でそれで小腸に降りていくと、ね、でここで小腸で降りていくときに水リパーゼでの分解ができる。ここね、この辺から出ます。単重酸も膵臓の酵素もね出ますね。で小腸から吸収されるという流れです。でその後脂肪はリンパ液の中を流れるんですが、リンパ液の中を流れますね。リンパマッサージとかね言葉聞くんですけど、リンパ液っていうのは免疫系とか油が流れる部分になるんですけども、でそれが油がそのまま流れたらリンパ管ってすっごい細いんで、あの詰まっちゃいますよね。で詰まんないようにどうするかって言ったら、こちらも単重酸の時のように水溶性のもので囲ってあげます。これがちょっとごめんなさい、少しだけ難しいんですけども、こんな感じ、脂質ですね、脂質ですね。脂質はここのリン酸とここのグリセリン、それから脂肪酸で、これリン脂質って言います。これね、リン脂質で、これがコレステロール、それからこれがトリグリセリドって中性脂肪なんですけど、グリセリンと脂肪酸が3つ合わさったもの。こっちはリン酸とグリセリンで単重酸が2つみたいな感じで、まあ、脂質っていうのは基本的に食べ物から取れるものっていうのは、先ほど言った通りリン脂質、コレステロール、トリグリセリドで、食べ物から食べられ取られるものっていうのはほとんどが中性脂肪になりますね。これ中性脂肪。それで先ほどの、水リパーゼで、分解されて小腸でもう吸収されましたと。小腸から吸収されて、今度はリンパ管に入ります。リンパ管に入った時に油がこのようなものがあると油で詰まっちゃう。だからこのようにまたこちらと同じように水溶性の水まんじゅうみたいなのを作ってあげるわけです。油を囲って水にしてあげる。でこれで、リンパ管の中を流れますね。でここに書いてますけども、水まんじゅうの皮の部分が親水性で、これが遊離型コレステロール、リン脂質、アポタンパクってなります。でこのアポタンパクとか大きいのがあるんですけど、このアポタンパクってどういう働きをするかっていうと、どこに届けるかっていうのが分かるように、皆さんハガキ書くときに、宛名って書きますでしょ。ここに届けてほしいって感じでね、アポタンパクっていうのがここに届けてねっていう住所が書いてあるような状態です。これ住所ね。だからこれはここに届けましょう、これ届けましょうっていうのが分かる状態になりますね。でこの皮側にあるのがもう一回遊離型コレステロールとリン脂質とアポタンパクっていうのがこの水側、水溶性で、水まんじゅうのあんの部分が中性脂肪、ね、トリグリセリド、エステル型コレステロールっていうことになります。でこの遊離型コレステロールとエステル型コレステロールっていうのがあるんですけど、遊離型コレステロールっていうのは生体の 30% はこの形です。遊離型コレステロール、エステル型コレステロールっていうのは遊離型コレステロールに脂肪酸を足した状態、生体のコレステロールの約 70% がエステル型になります。この遊離型脂肪酸と遊離型コレステロールとエステル型コレステロール、エステル型コレステロールっていうのはこの遊離型コレステロールに脂肪酸を足しただけね。でこの遊離型とエステル型を足したものを総コレステロールって言います、ね、皆さん健康診断で総コレステロールって聞いたこと、ね、これが高いよなんて言われてるんですけど、この遊離型コレステロールとエステル型コレステロールっていうのがあるんですけど、まあ、これはこの辺のやつなんですね、まあ、何しろ私が言いたいのっていうのは、リンパ管の中で水溶性になって油が詰まらないように流れますよってところだけ知っていただければいいですね。ちょっとそれをちょっと細かく言いましたよってだけです。はい、次。はい、ではここでねちょっとね補足をしていきます。年を取ると油が食べられなくなるっていうことなんですけども、これはどういうことかっていうと、単重酸で油を水溶性で固めて水リパーゼで分解することができるんですけども、年を取るとこの単重酸の分
分泌が弱くなってしまうんですね。そうすると、水リパーゼでの分解ができなくなってしまうので、直接腸に油が入ってしまうので胃がもたれてしまうんです。いきましょう。はい、ちょっとね、もう一回。その後脂肪はリンパ液の中を流れますが、油がそのままリンパ管の中を流れていくとリンパ管が詰まってしまうので、こちらも胆汁酸の時のように油を水溶性の物質で囲んで体内を流れる必要があるので、先ほどのこれね、これをカイロミクロンって言いますね。こっちごめんなさい、授業みたいになっちゃいますね。リンパ管の中を流れる脂溶性の物質がリン脂質、コレステロール、トリグリセリド、ね、トリグリセリド中性脂肪ね。生体内のコレステロールは遊離型、エステル型に分かれて存在します。遊離型が 30%、エステル型が 70%、さっきやりましたね。これらの脂溶性物質を水まんじゅうのように包み、リンパ管の中を流れやすくします。その水まんじゅうの皮にあるアポタンパクの働きが、はがきの宛名のようなもので、目的地の住所が書いてあるのは感じです。つまり、アポタンパクが必要なところに運ばれるように振り分け、作業をしているんです。また、脂肪酸は脂肪細胞に届けられるようになります。だから、油を食べれば油になる。あなたの油に変わる。今日からあなたは油を食べたいですか？お腹の肉減らしたいですよね。ここのタプタプ減らしたいですよね、うん、だったら油食べない方がいいですよね。はい、すいません、ちょっとね話難しくなっちゃったんですけど、ここからまた難しくない感じでいきますと。はい、今度はですね、 LDL と HDL って何っていう感じです。 LDL っていうのはこの悪玉です。悪玉コレステロールが LDL だから、 LDL 悪玉は肝臓から血液中を巡り全身にコレステロールを届けて肝臓に戻る働きがあります。だから肝臓ってこのここね、肝臓ここら辺にあるんですけど、ここから全身にコレステロールを届けて戻ってくる。これが悪玉コレステロールの働き、 LDL コレステロールね。でこいつがなんで悪玉かっていうと、コレステロールが体内に過剰にある場合は、コレステロールを過剰に届けてしまうんですね。いっぱい来た、肝臓にコレステロールいっぱい来てたら、コレステロールを全部循環で回しちゃうわけですよ。ね。そうすると、血管内で固まり、血管壁に付着させてしまうので、動脈硬化を促進してしまうんですね。だから LDL コレステロールは悪玉と言われているんです。HDL 善玉は肝臓から出て血液中を巡り全身の余計なコレステロールを回収して肝臓に持ってきます。だから LDL っていうのは肝臓から全身にコレステロール、はいはい、コレステロール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 ってやるんですけど、HDL っていうのはどういうことかっていうと、はい、いらないのない、いらないのない、いらないのない、草で邪魔だよね、これも邪魔だよね、持ってってあげる、ゴミになっちゃった、取ってってあげる、こういう感じ。これが HDL。だから、体にとって余分なものを、余分なコレステロールを持って帰ってくれるのが HDL になります。ね。だから、動脈硬化を抑制する働きがあるんですね。だから、体にとっていいから善玉って言われます。善玉コレステロール。この LDL 悪玉も HDL 善玉も肝臓から出て肝臓に戻るので、健康診断の時に肝臓の数値に出てくるんです。肝臓の数値のところに LDL とか HDL とか書いてあるんですね。はい。よって LDL 悪玉は肝臓から出てコレステロールを届ける働きで、コレステロールが体内に多すぎると各所により多くコレステロールを届けてしまいます。そうすると血管にコレステロールがどんどん届けられて溜まって血管にへばりつくと、血管の内側にへばりつくんですね。血管の内側にへばりつく。そうすると血管壁にコレステロールが沈着蓄積し、血管壁に炎症を起こしちゃうんですね。流れなくなっちゃったりするって、固まっちゃったりして炎症を起こしちゃうんですよ。軽い出血みたいな状態なんですけど、そうすると血管の内側を傷つけてしまうため、血管の内側にちょっとした、そうですね、傷がつくと、そこを治そうとして、かさぶたがつくようなイメージです。かさぶたつくとそこ硬くなるんですね。
硬くなると動脈が伸びにくくなっちゃう。伸びにくくな、ビヨーンビヨーンって伸びなくなっちゃうと、ここにかかる圧力っていうのが強くなる。これが血圧が高くなるん で、そういう状態を動脈が硬くなってますよ。動脈硬化って言います。ね。で、動脈硬化を促進させてしまう。そうすると、心筋梗塞。心筋梗塞っていうのは、血栓が心臓にうーって詰まって、うーってなるやつ。狭心症っていうのは、血栓がポンって詰まるんですけど、こういうすぐ治っちゃうやつ、これ狭心症。これ何回も繰り返してると今度心筋梗塞になりますからね。怖いでしょ。脳梗塞っていうのは血栓が脳にガーンって詰まっちゃって詰まっちゃう病気ですね。これ脳梗塞よく聞きますね。これらのことから LDL コレステロールは悪玉コレステロールと言われるんですね。HDL 善玉は全身の余分なコレステロールを回収する働きがあるので、体に良い働きをするので善玉コレステロールと言われております。じゃあ HDL 善玉コレステロールの働きってどういうことをしてくれるのかね。さっき無駄なもの取ってきてくれるよなんてね、全身肝臓から出て全身のいらないコレステロール取ってきてくれるよ、余分なゴミないって集めてきてくれるよなんて話したんですけど、細かくねちょっとその働きについて見ていきたいと思います。組織に沈着したコレステロールの除去、それから抗酸化作用、酸化されにくい細胞っていうのは酸化してしまうと皆さん老けてっちゃうっていうのは酸化ですね。キウイとリンゴとかな、キウイだかリンゴだかと何か一緒に入れていくと何ですかね、なんか例えばさっき今朝ねパイナップル食べたんですよ。なかなか熟してなかったわけです。ああいうのもなんかキウイとかねリンゴとかなんかそういうのと一緒にとか熟しやすくなりますよなんてよく言いますよね。そういうのを抗酸化っていうか酸化させやすくなるね。老けないためには酸化させないってことが重要。だからこの抗酸化作用っていうのは体にとって臓器を老けさせないって働きがあるので、抗酸化作用のものを食べなさいなんていうのはそういうこと。あとは血栓の予防作用、これもあります。 HDL ね、血管内壁の維持、血管内壁にコレステロールが溜まっちゃったんですよね。溜まっちゃうのをこれ除去してくるから血管内壁の維持、それから血液を固まりにくくする作用があります。それから動脈硬化を防ぐ作用、これが HDL 善玉コレステロールの働きになります。だから善玉はすごく重要。だから善玉コレステロールは高い方がいいし、悪玉コレステロールは低い方がいい。だから HDL は高く、LDL は低くってことですね。はい、それからね、トリグリセル、さっきから言ってトリグリセル中性脂肪、これ簡単に言います。中性脂肪は体の中に蓄えておくエネルギーで、世に言うお肉脂肪ですね。脂肪、単なる脂肪です。普段は肝臓や脂肪組織に蓄えておいて、最大のエネルギー源である糖が不足すると血中に送り出されます。中性脂肪が増えれば増えるだけ油が全身につくので肥満や脂肪肝の原因になる。まあ、本当に中性脂肪っていうのはお肉ですよ、ね、本当に お腹のお肉取れませんよとか、足の女性なんかだと太もものお肉どうにか油取りたいんですけどとかね、お尻のお肉取りたいんですけど、二の腕取りたいんですけど、そういうやつです。これをトリグリセリドって言いますね。中性脂肪です。じゃあ次、高脂血症。高脂血症、ここでですね、健康診断で高脂血症と言われたことがある方も多いと思います。高脂血症とは高 LDL 血症、悪玉が高い、高 トリグリセリド血症、中性脂肪が高い、低 HDL 血症、 HDL を低いことを指します。でここで LDL 高い、中性脂肪も高い、でも、善玉は低いで、高脂血症って言葉おかしくないってことになったんですよ。だから2007年から高脂血症っていう言葉は使わなくなりました。だって HDL は油だけどコレステロールだけど低いんですよね。だからちょっと変でしょって話になって、さ、昔はだから高脂血症って、僕が学生の時も高脂血症って習いましたけど、2007年からは脂質異常症っていう名前に変わりました。だから最近脂質異常症っていうのを健康診断で、脂質異常症ってなんだろうって、なんじゃって、これはまあ昔の高脂血症ですよ、名前変わっただけです。
それが知らなかっただけね、皆さんがね。だから最近では高脂血症を聞かなくなって、健康診断の表に脂質異常症と書かれるようになったんです。この脂質異常症は何が悪いかというと、動脈硬化を起こしてしまうことが問題なんですね。高脂血症。高脂血症っていうのが聞きやすかったら高脂血症でいいです。で、動脈硬化で発症する病気、動脈硬化が原因で起こってしまう病気っていうのはどういうのがあるかっていうと、脳卒中、脳梗塞、脳卒中っていうのは脳梗塞とか脳出血とかね、こういう脳卒中ですね。あとは心筋梗塞だとか狭心症、高血圧、大動脈瘤、腎硬化症、腎血管性高血圧、閉塞性動脈硬化症、ASO って言いますね。これは大体糖尿病でなりますけど、抗尿酸血症、うつ病もなります。あと、腸内細菌の乱れ、お腹が弱い方とかね。こういった方っていうのは、動脈硬化が原因になっている場合が結構多いので、血管をしっかりと、血管が硬くなっちゃってるので、血管を柔らかくするっていうのは形にしていかないといけないってことですね。で、次、脂質異常症なんですけど、まあ、高脂血症ね。これね、まあ、ちょっと数値で言いますけども、LDL が120ミリ、皆さん健康診断の表を出してね、ちょっと見てみてください、自分のやつ。120ミリグラムパーデシリットル未満が正常値になります。で、140ミリグラムパーデシリットル以上が脂質異常症になります。悪玉ね。で、HDL は40ミリグラムパーデシリットル以上が正常値なんですけど、40ミリグラムパーデシリットル未満が脂質異常症。で、トリグリセリド、油食べたら油になるっていうこの中性脂肪ね、トリグリセリド。これは150ミリグラムパーデシリットル以上が脂質異常症になりますと。まあ、ちょっとついでに、ノン HDL コレステロール、高ノン HDL コレステロール血症っていうのもこれ載ってたりするんですけど、これは170ミリグラムパーデシリットル以上が脂質異常症になりますと。脂質異常症による背景には遺伝的要因、生活環境、女性ホルモンとの関係など要因を挙げられるんですけれども、特に食生活との密接な関係があることが分かってます。だから脂質異常症、高脂血症がある方っていうのは食生活を見直す必要性があるよってことです。じゃあ次、治療法ですね。はい、西洋医学と当院での治療法について分けてお話をしていきたいと思います。病院での治療法は薬物治療が主体になります。お薬でコレステロール値下げましょうよとか、そういうような形ですね。また脂質異常症が見つかった場合は基本的には内科で見てもらうことになります。また脂質異常症から心血管疾患が見つかった場合は循環器内科、血管外科を受診する必要性がありますと。まあ要はね、病院行って内科行っても薬出されて薬飲んどいてって、そんな感じになっちゃうと。で、当院の場合はどういう形でやるかっていうと、食事療法と運動療法、それから鍼灸施術により脂質異常症の改善を図ります。鍼灸施術は全身の調子を整えることができるので、健康診断の表をお持ちいただき、改善したい部分を改善と導くことができます。だから結構皆さんね、健康診断の表を当院にお持ちいただいて、なんかこの数値がちょっとおかしいんだよねって言っていただいて、じゃあこの数値良くするようにしていきましょうかみたいなことができます。ね、手術前に白血球の数値が低いから、白血球の数値を高くしましょうよってこともできるし、逆に白血球の数値を下げましょうよってこともできてしまう。ね、だから皆さんの気になってる部分、例えば心臓の部分のST 上昇があるとか、異常急波が見られるとかね、まあ、そういったことで今やってる人もいるし、まあ、あとは、まあ、肝臓のね、数値が悪いんだけどとか、腎臓の数値が悪いんだけどとか、そういう人も結構います。子供さんなんかでも、先生、この数値が、なんか尿タンパクが出ちゃって、ネフローゼ疑われてるんだけど、これどうにかならないとかね、こういったこともできるので、だから健康診断見て、ちょっと何か問題があったら、その段階から、体を改善していけば、その後大きい病気にならないので、皆さんでも健康診断もらっても、なんか B って書いてあるや、なんか C って書いてあるわ、再検査いいかな、体に症状出てないしってなってる人多いと思うんですけど、この早い段階で分かったうちからいろいろやっておくことによって大きくならないですね。
なんかそういった意味で鍼灸施術、そういう状況の段階でもね、来ていただくと結構良くなります。で、当院でね、鍼灸施術を行う中でですね、食事療法と運動療法は一緒にやっていただくっていう形になります。はい、じゃあ次ね、予防法。じゃあ、その鍼灸行かなくてもできる方法ないのっていうとこなんですけど、あります。これはちょっとね、予防法として、何個だっけな、10個かな。10個をご紹介していきたいと思います。で、これちょっとね、皆さん、食事との関係性が結構高いんですね、高脂血症ね。脂質異常症。なので、ここちょっとね、注意してください。まず1個目、食事は1日2食にしてください。食べ過ぎてしまうと、コレステロールが多くなってしまうので、食事量を減らすことは健康への第一歩になります。詳しくはこちら、オートファジーについてお話ししていますので、こちらをしっかり見といてください。これがなんで食事を減らすと体にいいのかっていうのをちゃんとこっちで説明していますので、ただ2食にするっていうよりも、頭で理解してやっていただいた方がいいと思います。はい、二つ目。お酒を控える。お酒を飲むと中性脂肪、ね、お酒っていうのは糖ですから、糖も多く取ってしまえば油に変わります。必要なエネルギー以外は蓄えておくんです。それが中性脂肪になります。で、中性脂肪が増えてしまうので、脂質異常症が改善されるまでは禁酒しましょうと。数値が良くなってきたら、もちろんお酒飲んでもらっても構いません。適用量ですよ。ね。はい、3つ目。食物繊維を多く取ってください。野菜などに多く含まれる食物繊維は、LDL 悪玉コレステロールを下げる働きがあるとされております。特に、海藻の食物繊維は、コレステロールを5から 15% 下げるという研究データもあるほどです。特にですね、野菜、大豆製品、海藻、秋で美味しくなるキノコ類を多く摂取しましょう。はい、4つ目、甘いものや糖分を控える。甘いもの、糖分っていうのは糖なんで 1g あたり4キロカロリー、これ使えないエネルギーだったら蓄えちゃうんですね。だからこれは中性脂肪に添加されちゃうわけです。ジュース、アイス、特によく飲んでるの皆さん、野菜ジュース、これ全然ダメですから飲まないでくださいね。アイスもうね、夏でも食べちゃダメなのに冬でも食べてる人いるから全然やめてください。ケーキ、和菓子、これ以外にも白米、小麦製品は糖分が多いのでこれは控えましょう。白米は玄米に変えてください。小麦製品は食べないでください。小麦製品どんなものがあるか、ラーメン、皆さん並んでますね、ラーメンいっぱい、よくないです。うどん、餃子、特に小麦が焦げてるものっていうのはものすごく体に悪いです。ピザもそう、パンもそう、綺麗な小麦色してますでしょ、これ全部ダメ。パスタ、クッキー、お菓子、お好み焼き、たこ焼き、シューマイ、これらの小麦製品はこの脂質異常症がある方は避けてください。別に健康だったらラーメン食べたってピザ食べたっていいですよ。健康じゃない人はやめてくださいって話です。糖分は増やしてしまいますね。先ほど言った通り、いらないカロリーを蓄えちゃうからね。油を控える。肉の油は取らないようにしてください。揚げ物や炒め物は控えて和食中心にしましょう。で、油は、うちなんかでもそうなんですけど、全部オリーブオイルに変えてます。オリーブオイルにする必要性があります。オリーブオイルっていうのは、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸って言って、飽和脂肪酸っていうのは血管の中で固まっちゃうんですけど、不飽和脂肪酸っていうのは血管の中でサラサラに流れていくもの。なんかオリーブ使うようにしてください。動物性のコレステロールは、腸から 40% 吸収され、植物性コレステロールは腸から 5% 吸収されるとされています。このことからもわかるように、植物性コレステロールは吸収されにくいことがわかります。また、植物性コレステロール、まあオリーブオイルとかね、コレステロールは動物性コレステロールの吸収を抑制する働きがあります。だからオリーブオイル取った方がいいわけね。特に豆類、オリーブオイル、ごま油、菜種油、ナッツ、オレンジなどがおすすめです。次、魚を食べる。魚の油は中性脂肪を燃やす働きがあるので、お肉よりも魚のメニューを増やし、より多く魚を摂取するようにしてみてください。だから魚の油はいっぱい食べたって油が油にはならないわけですね。だからこれ中性脂肪を燃やす、吸収しにくくするっていうのは考え方なんですけど、
だから結構ね、魚の脂はいっぱい取ってください。秋からね、この脂が、秋から冬にかけて脂が乗ってきますから、いっぱいお魚食べてくださいね。はい、次。お惣菜、コンビニ食は食べないでください。これ7個目ね。冷凍食品、お惣菜、コンビニ弁当など、忙しい方は摂取しがちなんですけれども、これらのものは酸化した脂質が多いため、体内に悪影響を及ぼしますので、なるべくやめていただいて、自炊するようにしてください。健康になるためには、外食、お弁当、お惣菜じゃないです。自炊です。次、8個目、歩行。1日1万3000歩歩くようにしてください。これよくね、当院ではね、いろいろ言ってる、いろんなところの動画で言ってるんです。これ本当に重要なんで、健康のためになるんで、やっておいてください。歩くことにより、余分なコレステロールとか中性脂肪を代謝することができます。なんでかって言ったら、エネルギーで使っちゃえば、糖分いっぱい取ったり、油取ったとしても使えるわけですよね。痩せていくわけですよね。でも、エネルギー使わなかったから脂肪に蓄えられちゃうわけ。ね。で、また、ウォーキングが、善玉コレステロールである HDL コレステロールの数値を高くすること、血糖値の改善、肥満解消につながることが分かっています。次、9個目、ニンニクを食べる。ニンニクはコレステロールを下げることが近年の研究で分かっています。だから、ニンニクを取るようにしてください。ただ、取りすぎはあまり良くないので、ちょっと注意ね。ニンニクはね、食べすぎちゃうと結構下痢になります。腸内細菌を殺菌してしまってですね、食べ過ぎちゃうとあれなんで、まあ、程よい適量に使うっていうような感じでやっていただければと、ね、いいからっていっぱい食べちゃうのは良くないよってことですね。10個目、睡眠を改善する。10時までに寝るようにしましょう。アメリカの研究で睡眠不足が続くと、HDL 善玉コレステロールの低下、それからウエスト周期の増加、ウエストが太くなるよってことね。中性脂肪の増加、高血圧、血糖値の増加など代謝に異常が分かることが分かりました。だから寝ないと善玉減っちゃうし、ウエスト太くなるし、中性脂肪つまりお肉ついちゃうし、血圧高くなっちゃって、血糖値まで高くなっちゃって糖尿病になっちゃうみたいなね。だから寝ないっていうのは結構良くないよってことだ。だから10時まで皆さん寝れば健康になれますよってことです。はい、じゃあ次、まとめ。ちょっとね、長かったですけど、まとめに入らせていただきたいと思います。コレステロールは体に必要なものなんですけれども、少なくても多くてもいけません。特に LDL、悪玉コレステロールは多すぎると血管の内側を傷つけてしまい、動脈硬化を促進させてしまいます。また、中性脂肪は糖分、脂肪分を多く取ると、体の余分な油、お肉の油に、ね、変わってしまいます。中性脂肪が高い方は運動して食事に気をつけましょう。脂質異常症とか高脂血症は食事療法、運動療法、鍼灸療法で改善できます。鍼灸施術を行わないでも、ご自身で食事、運動に気をつけるだけでも改善されることが多いので、まずは鍼灸施術なしに3ヶ月間注意して、10個、さっき言った10個のことをやってみてください。イメージ感覚としては、体重を5キロから10キロ減らす感じで行ってみてください。それでも脂質異常症、高脂血症が治らない、変わらないという方は、当院での鍼灸施術を行いますので、お問い合わせください。今後もですね、このような動画の配信を行っていきます。ぜひ、チャンネル登録と、いいね、コメントをお願いします。ここまで見ていただいた皆様は必ず、いいね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 でお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。